あそこのね、うん、練習かなり時間かけましたから。あそこかけた。刀もらうところを絶対に見せたいっつって、うん、カメラマークをこだわったんですよね。そうカメラ絶対ここから刀もらうところも見せたいし、ふみさんが浮いてるところも絶対見せたいから、 そこ絶対見せられるようにカメラ作りたいみたいなのをわしのこと言いましたね。そうなんです。かなりそのカメラとかもこのスタジオの皆さんの動きも割とライバーに任せてくれるんですよね、うん、の2時3時のお披露目って。ああそうだから我々の方でじゃ浮いてるっていうのを見せるんだったらどういう動きをするっていうのを、はいはい、実はふみさんも冬の技を使うのはめちゃめちゃ久しぶりで、正直ちょっと体が大きくなりすぎて止めなかったんですよ一人じゃ。はい、あれだから実は人間の手を借りてるんですね。そうですね、あれ実は長尾のお友達もう二人いて、そう映ってないけど、映ってないけど実はもう二人いて、長尾すごい前にさ配信で行ったことあるんだけどさ、はい、あのチアやってたって言ったじゃないですか。チアやってたんですね。そう長尾チアやってたんですよ、男性チアなんだけど。でそのチアの時のお友達連れてきて、あのふみさんにリフトしてもらいましたね、はい、そう実はあれ上から吊られてるとかじゃなくて違う、あれ人間です。下から持ち上げてもらう、はい、下からとか編集って言われ、うん、編集かなって思ったでしょ。あれは違います、あれちゃんとあの高さ見てるんです。黒巻き人間です。いやあれ、うん、一応あの絵にからの技術で飛ばすこともできる。あそうできるできる、そうしますかって最初言われたんですよね。そうでも絶対ふわっとそのなんか何ふわっと着地させられないんですよ、イニカラの技術だと、うん、カクってなっちゃうから、うん、それが絶対に嫌だったから、ふわって持ち上げてふわって着地してほしいっていうのがこだわりで、でどうしようっつった時に、あ黒巻人間使えばいいじゃんっつってチアの友達呼んできましたね、はい、そうなんです。しかもそれを収録じゃなくて、その1時間のお披露目の中に飛ばすっていうことを言った時、頭いかれてんじゃないかと思って最初はって言ったんですけど、いや絶対いける絶対いけるってやつって、ね、ってなって、何回か練習させていただいて、いや絶対いけるもん、だってチアは生でやってるんだから絶対いけないはずがないんよ。なるほどね。そう収録じゃなくて生で絶対いけるってつって やってみたら、まあものの見事にいけましたね、はい、だからその時の一体感じゃないですけど、はい、うん、あれやばかったっすね。もうみんなが息を飲む瞬間だってお披露目最中にふみさんが崩れ落ちる可能性があるわけですから、めちゃめちゃだってふみさんリフトのさあのディレクション切ったからね。そうちょっとね、まっすぐ立ちましょうとかそう言われながらやってて、誰もがもしの万が一をやっぱ想定してるのでピリッとやっぱするんですね空気が。でもまあ、はい、土台はみんなちょっと安心してください。土台はプロです。はい、あ土台はプロです。ちゃんとプロの、うん、まあ、チアの人な お友達っつってもちょっと中尾のお友達尋常じゃないんで、あれプロです、はい、大丈夫です。そうだから、はい、大丈夫、屈強でした。そう普段はもっともっとあの屈強な男とかを持ち上げてる人たちだから、うん、プロです、大丈夫です。いや無事に皆さんに飛んでるっていう風に、はい、あの見えてよかったなと、はい、ねえそうそう、うん、あれめっちゃこだわったんだよな、思いましたね。あともう一個はセンスだね、はい、長尾こだわりポイント。おセンスなんですか。あれはそう、終わっあのなんだ刀もらって、はい、でまあ着地した後、まあ二人で踊り出すことにはなるじゃないですか絶対、はい、でまあ、刀もらった以上刀そこで捨ててっていうのはいやないなと思って、刀持って絶対演舞するしかないだろうなって思ったんですよ。あ刀で踊るってことですね。そう、はい、でも刀を俺が持つ以上ふみさんが何も持たないはありえないじゃないですか。だって、まあ、やっぱ平等じゃないですよね。そう、うん、なんで長尾さん持ってるってなっちゃったね。そうふみさん何しようっつって、センスいいんじゃないかな、日舞やってるみたいなの聞いて、あれ日舞やってなかったっけ、ふみさん。いややってました、まあ一時期ですけども。そうだよね、なんか、はい、ふみ様検定かなんかで、でウィキペディア調べて、ふみ様検定が生きてるんだ、ね、これそうそう、なんか日舞やってるって非公式ウィキに書いてあったなって思ったんですよね。非公式役立ったことあるんか、お披露目に。いやあれ実はちょっと役に立ってた、ふみ様検定ってセンスももともと実は、はい、黄色いのしかなかったんですよ。あの絵にからに、そうそう、柄がってことですか。柄がそう黄色しかなかったんだけど、そう、ね、そうでもなんとか赤いの作れないか、赤いのっつって作ってもらいましたね。 あれ作ってもらう、ふみさまカラーなんですね。そうあれふみさまカラーです、ふみさまカラーで赤いの作ってもらったんですよ。ああ